映像方式巻き30差し絵映像方式巻き31差し絵映像方式は中国北宋時代に編纂された建築書全34巻建築全般にわたる詳細な記録は後代の東洋建築研究に影響を与えた北宋末期の秋らしゅう基層に仕えていた理解が小生4年に直命を受けて編纂が開始された理解は文献を調査し 技術者などにヒアリングするなどして編んでいき、元府3年に創造し、数年2年に刊行された。書物としては、後世に残すために表されたわけではなく、当時の一般的であった技法をまとめ、広く設計や見積もりの根拠を表すために書かれたと考えられている。映像方式は、数年2年に刊行されたものは伝わっておらず、今日見られるものは、 南宋時代に再刊されたものの系統である。同書が注目されるようになったのは、民国8年に石印本が刊行されてからである。この出版が契機となって、宋代の残用などが発見され始めた。内容は、第3巻から第15巻までが、制度についてであり、方式を解説する同書の最も重要な部分である。工事種別を合祭、石作、大木作、 小木作、堀作、せ作、のこぎり作、ち作、瓦わら作、泥作、彩画作、せ作、釜作,作に分けて解説している。第16巻から第25巻では、光原について書かれており、内容としては、計算上の資料をお列挙しているに過ぎない。その他、両例も解説されている。また、中国の古書としては、図が多いことに特徴がある。 ありがとうございます。